ひなチャンネルへようこそ。どうも、加藤ひなたです。はい、今日はですね、すっきり顔は夜仕込むです。まあ、朝マッサージをパパパって時短でやるのもいいんですけど、大事な日の前日って念入りに仕込んでおきたいじゃないですか。なおかつ夜も朝もあればすっぴりピーなんで、それをね、今日はね、伝授していきたいと思います。ということで、今回はたっぷり時間のある時に念入りにするマッサージ方法です。これ私が大切な日の前日とか、絶対むくみたくない前の日の夜とかにね、絶対やるやつなので、ぜひ参考にしてみてください。私はすごく効果が出るので、めちゃくちゃお気に入りで使ってます。ということで、夜の仕込みマッサージやってみよう。はい、お風呂に入ってき、あ、近く邪魔だね。はい、お風呂に入ってきました。ということでね、すっぴんで大変失礼いたしまするが、じゃあね、まずね、使うクリームなんだけど、私はこれね、モーシロのトーンアップクリームのいちごピンク、いちごミルクだね。クリームは何でも大丈夫です。何でも本当に。私は前までニベアとかね、使ってました。はい、じゃあやっていきます。まず私はむくまないようにするために、湯船にちゃんと浸かるのと、ちゃんと一日水分を取るのと、あと塩分とアルコールは控えるようにしてます。まあ、まずこれを前提として、次にマッサージですね。まず顔っていうのは、やっぱ頭皮もここの首も肩甲骨も全部つながってるじゃないですか。やっぱこの上半身の血流が良くないと、どこか詰まってるとね、やっぱ循環が悪くなってしまうので、むくんでしまうので、全体のね、循環を良くしてから寝るようにします。みんなね、肩甲骨のここの後ろのあたりがすごい詰まるんだって。自分でね、こうできないから、マッサージとかね。なので、これはこういう風にマッサージというよりはストレッチをして、リンパの流れを良くしていきます。こういう感じで、回数は30回ぐらいですね。これをやります。そう、これやると結構すごいジュワーってなってくるから、熱くなってくるんですよ、ここら辺が。なので、これをしたら正解かな。はい、次に首の血行を良くしていきます。これはね、ゆっくりこう伸ばします。次に反対ですね。こういう感じでやっていきます。で、首は終わり。まあ、これはね、やりすぎてもちょっと痛くなっちゃうので、私は 2,3 回でやめてますから、こう3回みたいな感じです。はい、次にですね、結構ね、みんな気づかない場合が多いんだけど、頭凝り固まってる人が多いんですよね。なので、ここをね、頭皮でね、マッサージしていきます。こういう感じで、まんべんなく指の腹を使って揉むような感じで、こめかみの部分もしっかりと私はやります。はい、これももう適当ですね。 1,2 分かな、やって次はね、もう顔に入るんだけど、シワになっちゃうからクリームをちゃんとつけてやります。これでまずおでこやります。グーのここを使って、こう優しくね、強くやらないで、こう首まで流していきます。で、次に、ここね、眉毛ってめちゃくちゃリンパ溜まるんだって。なので、私は必ずこれやるんだけど、こうね、眉毛の凝り固まった部分をね、こうほぐしていってあげます。まあ、見ての通り3本指でこう腹で押してる感じですね。次はまぶたですね。まぶたをこう、また流していきます。こうね、やるとね、まぶたの厚みがね、だいぶなくなるので、おすすめです。で、次にクマの部分ですね。目の下の部分はこう流して、こうくるくるくるってやって、こういきます。こう流して、くるくるくるってやって、こう。そうすると、ここのたるみがね、ちょっとずつ減るみたいなので、私やってます。でね、こう強くやる、こんな強くやるマッサージあると思うんだけど、リンパって優しく撫でるだけで流れるものなので、優しくやってあげてください。次はこの頬骨を伝って、こうやってね、流す感じでやっていきます。優しく、こういう感じ。 OK。 次に耳をやるんですけど、耳はたくさんツボが詰まっている部位みたいで、ぜひやってみてください。上に引っ張ります、こうやって耳を。で、横に引っ張ります、こうやってね、横に引っ張って、で、下に引っ張る。これだけです。てか、これだけでもね、ブワってなるんですよ、本当に。ブワって、マジでもうブワッとしか言えない、本当にブワッてなるの。だからぜひやってみてください。で、次に耳のね、ここの後ろ、ここを押します。私は1分ぐらいですかね、30秒か1分ぐらい押してます。で、次にこう押した後に、親指を使ってエラからこう上に引き上げます。こういう感じで。で、次に、まあ、こっから首のリンパを流して、で、鎖骨に持っていきます。これを繰り返します。
マジでさ、昔のさマッサージの動画とさ、ほんと比べてみてほしいんだけど、ってか多分ちょっと載せると思うけど、全く顔のね輪郭違う。ほんとびっくりする。これちゃんと念入りにするようになって、全然変わった。顔の輪郭がほんとに変わったから、みんなマジでね騙されたと思ってやってみて。反対も同じ感じでやってください。で次、最後脇です。脇のこのね、ここですよ。ここをほぐしてあげるんだけど、まず4本指を脇にガシッと入れて、でこの親指で脇を流す。脇ってすごいね締めちゃってる方が多いみたいで、結構詰まってて痛い人が多いんだけど、ちゃんとね流してあげてください。ひなチャンネル、はい、ということでね、夜のたっぷり時間がある時にやる念入り念入り念入りマッサージはこんな感じです。まあやらないよりは全然ねむくみはマシになると思います。私はマシになりました。まぶたが重くて朝ほんとやだって人はねやってみてください。おまけ、はい、今日のおまけはですね、じゃじゃん、これですね、モンシロのクリーム。中はねこんな感じのピンクのクリームで、匂いもねいちごミルクなんだよ。ちょっと薄めので、確かにトーンアップはします、という感じです。こんな感じ、レビューはということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、お次ね、バイバーイ。